早切り達人にはさらなる包丁技が。他の野菜でも、簡単に切れるちょっと、切り方がありますんで。まずは大根。通常包丁全体を垂直に落として切るが、これだと見た目も食感も悪くなってしまう。やっぱプロの切り方っていうのは、ちょっと違いまして、先端を入れていくような感じで切っていきます。まな板に包丁の刃先をつけたまま引くだけで薄くきれいに切れるのだ。切った大根がバラバラにならないので、こうして広げれば千切りも簡単に。この方法なら潰れやすいトマトも簡単に薄くスライスできるのだ。切り方を変えるだけでこんなに簡単きれいに。今すぐ試せるナイスハック。